パ中華の本田圭介。31は25日、日本時間26日、メキシコカップの決勝トーナメント1回戦、2部の坂手ペック戦に4試合連続となる先発出場。2ゴールを決めるなど大活躍を見せた。気温12度と今季一番の寒さの中での試合。右 MF で先発した本田は前半35分、敵陣右サイドでボールを受け、中へ切り込み豪快なミドルシュートをゴール左上へ決めた。さらに43分にも、味方のスルーパスに反応し抜け出し、2ゴール目を決めた。本田の1試合2ゴールはメキシコ移籍後初。本田は後半14分に交代し、ピッチを去ったが、観客からは大きな拍手と本田と本田コールが沸き起こった。試合は 5-0 でパ中華が圧勝した。